小間町昆虫館パピオンシャトーなんですけども、主に標本を展示しているエリアと、あとは生きたクワガタカブトムシなどを展示している2カ所のエリアに分かれています。標本1万点ほど展示しているエリアです。皆さんかなり驚かれるんですけど、これを年に2回防虫剤交換したりだとか、一匹一匹カビが生えてないかをチェックしてメンテナンスします。場所のエリアごとに展示するので、ここはモルフォ調特進熱帯地区とか、あとアジアのエリアとか、南アメリカの長とかアフリカ大陸って分かれてるので、見ながら あそこの国にはこういうチョウチョが飛んでるんだって思いを馳せるのも面白い。これがですね、ぜひ皆さんに持ってってほしいものなんですけど、東山マップの春夏秋冬の地図で、森の中に行ったりした時はダニに気をつけるよとか、ヒグマに会った時にはどう対処していけばいいのかとか、春にはこういう生き物が見られますよっていうのをまとめたものなんですね。でこれは東山を調査して調べたんですけど、だいたい北海道内で見られる春夏秋冬に見られる生き物たちなので、東山山だけじゃなく持って帰っていろんな身近な自然に触れ合ってほしいなという気持ちがあってこれを置いている。これも20年くらい前に書いて、人の活動がどういうふうに地球で生き物たちに影響を起こしていくのかっていうの、生き物につけては楽しいのです、ね、もう一歩次の段階でこうやって自然界の命のつながりっていうのをちょっと考えるきっかけになってくれたらいいなと思います。でここは生態展示室といって、生きた虫を展示しているんですけども、クワガタだとかカブトムシの他にカマキリだとか、あとはその都度自分で捕まえてこれ見てほしいっていう生き物を展示したり、あと私が一番おすすめなのは水生昆虫水槽、コウイムシなんかは背中に卵を背負ってたりするので、で割と水生昆虫好きだわっていう人結構いるんで、あー大きいね、あ可愛いねってさっといなくなるじゃなくて、じっくり見てじわじわ面白いコーナー。今年の大目玉がここにビオトープを作ったんです。で、ろ過器とかも使わずに水中ポンプで汲み上げて、上から水が流れて植物の力でそのお魚とかそういったものの老廃物とかを森がろ過してくれて、また水に戻っていく。でここもよく探すと魚であったりとか、エビとか、ミズカマキリとか、コウイムシがいるんです。壁を隔てないで自分で探して見つける楽しみの方がずっと楽しいと思うんです。で実際、ビオトープ作ってから滞在時間がすごい長くなったんですよね、お客さんも。なかなか今自然でどうやって遊んでいいかわからないし、見つけ方もわかんない子がすごい多いから、そういう子たちの自分で探しに行くため その窓口としての場所としてもいいのかなと思います。クツワムシが元気なかったのでここに展示してたんですけど、ここにクツワムシ、これ全部卵、
この辺は全部幼虫。これはアクティオンゾウカブトだから、はい、クワガタカブトの中で一番でっかいやつ。もっと大きくなってきたらこっちのカップに、ね、こう移動してさるんだけど、ここから水中ポンプで水を汲み上げて、で徐々に徐々に水が流れていって下の末期の間春に向けて今このセリをもっと太く強く。例えば南アメリカ、でこの一軍のいい箱のやつがもし向こうの展示してるのがダメになれば展示する長寿たち出番を待ってる。1軍2軍が2列あって、これも年に2回全部防虫化の防虫剤交換して、売店になってまして、幼虫飼育するためのマットと成虫飼育するためのマット、あとは昆虫ゼリーも常時売ってます。トマチョ昆虫館パピオンシャトーは4月の下旬から10月の下旬まで無休で夏の間は開いています。朝は9時から、そして夕方の5時まで。大人1人600円、子供1名で400円です。と生き物とか虫が好きな人たちは、まあ、標本見たいっていう方は本当に結構日本ではトップレベルの標本の状態で、約1万点の標本を展示しています。そしてやっぱ標本だけじゃなくて生きているものを見たいという方は、生態館の方では水槽の中でクワガタカブトムシだったりだとか、あとはナナフジが木の上にいるのを一生懸命自分で探してみたりだとか楽しむことができるので、ぜひご来館ください。